シャムいや、研究家だな。第二の転ばるとこと研究家 YouTube にユー YouTube 研究家が人気が出すぎて炎上しそう。研究家 YouTube ってやつ面白いよな。研究家 YouTube ネタにして。はい。YouTube 研究家っていう子供 YouTuber が、シャムに対しての動画、YouTube 界い,いや、世界騒がしている何シャムとかいう YouTuber? が、Twitter で超バズって、今チャンネルがすごい伸びてます。相棒もそのうち抜かれるんじゃないせ<っ>ということで、リクエストがあったので、今日は、 YouTube 研究家を見ていきたいと思います P D P D この YouTube 研究家っていうのは数日前にフォロワーさんに教えてもらったんですけどピー p ア r さんは結構好きですただちょっと気になる点と心配なところがありますね何がまず親が彼がこういう動画を投稿していることを知ってるのかなあと学校にバレたり して、まずいことにならなければいいですけど。いや、彼まだ若いし、ちょっと変な大人 YouTuber に利用されるんじゃないかってちょっと心配です。YouTube はかなり腐ってるんで気をつけてください。彼はコルバルト先輩の100倍頭いいと思いますけど、なんか生放送とかやってるみたいだし、ちょっと生放送で間違ってポロッと個人情報とか、 を言ってしまってて、しま家が特定されるか心配ですそして最後に、誰か彼にリップクリーム買ってあげて。人のこと言えねえだろ、お前。彼の動画見ればわかると思うんですけど、彼は柴田のファンのようです。なので、柴田の最初に出した動画がヤバすぎるを見ましょう。 あと、ちょっと話変わるんですけど、数日前に見た時と比べて、なんか動画が少なくなったような気がするんですけど、気のせいかな。あい日はね、かその柴田くんにね、ちょっとあのー一つ言いたいことがあって。柴田さんね、あしばまあ、柴田さんと一応言います。なんかあのー、怒られそうなので。いやいや、そこは呼び捨てでいこうよ。モノモース系 YouTuber は怒られてなんぼでしょそういえば、相棒ってモノモース系 YouTuber なの。PDR さんは意見を言う DIS 痛い大人系 YouTuber。 ああ今の、えー、柴田さんで一回赤ンされてるんですよ。そういえば柴田が赤ンされてからの新しいアカウントの動画一個も見てない。え、これもうん。見てやれよで、今のアカウントで一番最後の動画、まあ、一番最初の動画が、金魚を食うっていう動画なんですよ。うわ、これ懐かしいなってか何年前の炎上事件掘り起こしてんだよ、お前。金魚を食うっていう動画が出すっていうね。まあ、やばい。もう、まあ、タイトルとしてもサムネでもやばいんですけど、友達の、 自分のなんか友達の、なんか金魚を、まあ、あの、おいのちちいとか言ってナイフを首に刺して、まあ、あの、金魚を食うっていう。まあ、あの、まあ、これ、ま、明らかに炎上ですね。まあ、これは確か昔、柴田がまだメグインと交流があった頃に、金魚を三枚おろしにして食べた炎上事件です。いやー、懐かしいですね、本当に。昔のいい思い出みたいに語るな僕は昔、あの、自宅で金魚を飼っていまして、 まああの、何年かもう5、6年からずっといたのはもう死んじゃったんですけど、まあ結構、えー、5年、えっ、ー、とね、3年前に死んじゃったんですけど、ほんと昔からいてね、あの、可愛くて飼ってきたんで、ほんとに金魚を食べてるっていう、まあまああのー、無神経ですね。うん、やばいと思いましたね。あの、ノーカットで、こう、あんまり考えがまとまってない状態で動画を撮ってるのはわかるんですけど、ちょっと動画の内容が薄い気がしますね。あいぼ子供相手に、 君の動画が好きだからこそ言うけど、もうちょっとこの動画の内容の下調べをした方がいいと思います。だって YouTube 研究家でしょ相棒 <laughs> 金魚を殺して食べたのがやばいんじゃなくて、あの金魚は確かデベソが面倒を見てたんですけど、聞いた話だとメグインの元妻のアマンダのペットだったんですよ。マジかだから柴田は友達でもない人が 家にいないときに勝手に金魚を殺して食べたんですよ。それがやばいんだよ。むきになりすぎ。まああれが柴田さんとか許されるわけですよ、皆さん。皆さんわかい,すいや、当時は結構叩かれたよ。これがもしヒカキンとかがやったら、もう大炎上ですよ。もう天地ひっくり返る。いやー、今ヒカキンそれやったら逆に人気がもっと出るんじゃないのありえる。でも柴田さんは私好きなのでね、これからも応援してるんで、是非ともコラボ。 して、あのー、してくださるだったら <laughs> はい、YouTube 研究家でした結構、ポテンシャルあると思いますまあ、すごい人気が出るかコルバルトの道を行くか、どっちかですねまあ、コルバルトより全然頭良さそうだから多分、大丈夫だと思うんですけどこういう風に ならないように頑張ってください期待してます。そういえば相棒何？相棒が十一年前に YouTube を始めたときにこの YouTube 研究家ってこう赤ちゃんだったんじゃない？<noise> この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よかったらベルボタンを一回クックして、PDR さんの動画の通知をたまにもらいましょう。PDR サックススウェットまだまだ売ってます。下のリンクから変えます。皆さんはこの YouTube 研究家についてどう思いますかぜひ意見をお聞かせください。あと、彼のチャンネルのリンクを下に貼っておくんで、気になった方はぜひチェックしてください。あと、ご予約チャンネルと前回の動画もチェックして、この後7時から生放送をやります。では